1. 1食道2、胃3、十二指腸4、小腸5、盲腸6、中水7、大腸8、直腸9、肛門胃は消化器を構成する器官。ただし大きさ、位置に関しては個人差があり、胃が垂れ下がった、胃下水の状態になることもある。胃は消化管をなす環状の器官であり、入り口と出口が狭く、途中が膨らんで、袋状の構造になっている。 全体の形状は、死体と生体で大きく異なり、生体では多くの場合、針形である。食道につながる部分を粉門部、十二指腸につながる部分を有門部、それ以外の部位を異体部という。全体が左側に古上に湾曲しており、粉門から有門までが大きく膨らんでいる左側を、大腕。膨らみが小さく逆に沿った形になっている右側を、小腕と呼ぶ。なお、 胃底部と呼ばれるのは、胃の上部で粉門に近い部分のことで、この名は、かつて胃の検査をするときに、外で行っていたため、その時に見ると胃底が一番下側に位置することから、付けられた。胃底部は横隔膜に接する。中身がない状態では、内側の壁はひらを作り縮んでいるが、食後に食べ物で膨らんだ状態の時は、腹部全面に張り出したのが感じられる程度に膨らむ。 有門は第一要強右側に位置する。粘膜の微細構造と遺線位の壁は三層構造をしている。一壁は内側から粘膜層、粘膜下層、固有筋層、小膜下層、小膜からなる。筋層の外側は腹膜で覆われている。なお、胃がんは一壁のどの部位まで浸潤したかで進行度が判断される。粘膜には 異症化と呼ばれる微細な穴が無数に並んでいる。異症化の底には異線と呼ばれる感情の分泌腺が開口し、この線が粘膜の最下層まで伸びている。この分泌腺からは主に塩酸と消化酵素のペプシの源が分泌される。異線の細胞のうち、壁細胞は異酸及びない因子を分泌し、主細胞はペプシンの線具体であるペプシの源を分泌する。 ペプシの源は、生理活性がないが、塩酸に反応することで、活性型のペプシンに変化する。なお、壁細胞から分泌される塩酸は、胃の有門前底部に存在する G 細胞から、酸性されるガストリン、副交換神経末端から分泌されるアセチルコリン、肥満細胞などから分泌されるヒスタミンによる刺激で、内分泌される。胃の粘膜の表面を覆う副細胞は、 塩酸の酸性とペプシンによる消化から細胞自身を守るため粘液を分泌しているなどの機能を持つ。胃と胃液強酸性の胃液が胃を自ら消化してしまわないのは胃の副細胞から分泌される粘液で胃が覆われておりさらに胃液を中和する重層も生成されているからである。また常にプロスタグランジンという活性物質の働きで細胞増殖を活発にして 胃壁の損傷を最小限に抑えている。しかしストレスなどで副交換神経のバランスが崩れたりすると、胃液や消化酵素のコントロールが効かず、自分自身を消化してしまう。つまり、胃に穴が開く状態である、胃潰瘍を引き起こす。多くの動物も人間と同じ単位を持つが、ヤギや牛などの半数類や鳥類は福井を持つ。福井のうち食道に近いを善意。 遠位を五位と呼ぶ。半数類の福井は前位と五位に分けられ、第一位と第二位は合わせて半数位とも呼ばれる。第四位だけが消化液を分泌する線を持つ本来の位である。第一位から第三位までは食道が発達したもので咀嚼した食物を発酵させ、第四位における消化を容易にすることが主な役割である。これら家畜の位は、 幅広い地域で食材としても用いられる。特にその空洞性から詰め物料理として用いられることも多い。鳥類の胃は善意と菌胃に分かれ、善意が消化栓を持つ、繊維に該当する。菌胃は砂脳とも呼ばれ、善意で消化液と混合された食物をすりつぶす機能を持つ。また、無脊椎動物の食物などが滞留する消化管を胃と称することもある。 ありがとうございます。